久しぶりの配信です。めっちゃのんちゃん隣にいます。なんかね、私のね配信で毎回、うん、コッコちゃんに配信してって伝えといてってのが私がね、あの短い間で2回やったの、うんうん、2回とも来て2回とも全く同じ人が中盤ぐらいで、うんうん、コッコちゃんに、コッコちゃんに、うん、え、コメント読んだ？じゃあなんか、なんでそんな私に言ったかなもうツイッターで配信聞けばいいやそう、言っといてってめっちゃ言われた、うん、ちょっと、ね、うん、そう、後半だから私あの、ツイッターで言ってあげたえ、そう、だから今日のんちゃん誘ってくれたい。そう、あ、別にそれがあの理由ではないけどね、あの、ただ時間があったから。そう、な、今何時？今ね、23時59分もうやめないってやばいどこにいるの？レッスン場です。レッスン場じゃないか、レッスン場だよね。そう、カラオケルーム。めっちゃ久しぶりに始めました。今日はさっきまでレッスンしてました。のんちゃん、コッコちゃんに炭酸水飲むよ、伝えといて炭酸水好き？うん、マジ？でもあんま飲んでない、ジュースあんま飲まない。飲んでなくない？確かに飲んでないよね。うん、確かに。そうだ、意外と飲んでない。そう、意外とジュースなんかみんなで飲んでたら、じゃあ私もぐらいで、うん、あ、そう、自分から進んで買ってないかも。そう、イーケンとかで飲んでるよね。うん、確かに。そう、そうだね、そう、お菓子のイメージ強いから、なぜか付属でジュースもついてきちゃうけど。そうだそうだ、ジュースあんま飲まない。全然飲んでないわ。私の方がよっぽど飲んでたえ、そう、め、好きだよね。でもね、その飲めなくなっちゃうから、うん、悲しいです。まあ飲みますけど。なんかでも最近ね、うんうん、あのオレンジジュースを飲んでたの、うんうん、オレンジジュースってさ、最後の方に酸味となんか苦味が来るじゃん、うん、あれがなんか辛くなっちゃって、うん、飲みすぎて一旦距離取ってる。ちょっともうやめた方がいいかもね。水にしたの。あとココアの、うん、あのグランデサイズを飲んだの、欲張って、うんうん、そしたらなんかもう一旦いいかもってあ、そう、この前生誕祭ありがとうございました。どういたしまして。そう、何もしてなくて、のんちゃんがね出てくれたんです。はい、すごい。あの、うん、お姉ちゃんじゃなかったら多分覚えてなかったかもしれない。嬉しい。そう、なんか、うん、前日に電話かかってきて、うん、そう、明日公演出れるって言われたの、うん、急にね。だからさ、私はあのコシちゃんと同じポジションだから、コシちゃんが体調悪くなっちゃったか怪我したのかなと思って、うん、はいって言ったら、うん、シンポジって言ったら怒るって言われて、うんうんうん、どうですかって、うん、聞く前にも私たちは状況知ってるからさ、うん、やばい、あそこかって思ったら、あ、立てた？そのまさかでそう、うん、あの、うん、かすみんと、うん、あのゆめみんが、うん、そう、あの、そう、結構痛がってたから、うん、もう代わりに出れるなら出てあげたいんだけど、うん、踊れないからなって話してた。そう、すごい。え、で、次の日もやった？次の日は違うやつだったけど、あんまり一日使えなくて、うん、で、その次の日にまたあったから、うん、そう、ほぼ全曲覚えたよね。そう、バレンタインがあったからめっちゃ出てない人みたいになっただけで、うん、私出て何曲？え、すごい頑張ったよね、うん、え、しかもほぼ一日だよね。ほぼほぼ1日、あの合計しても24時間じゃない？え、だよね、夜だもんねそう、夜に来たってやばいよ。うん、すごいと思う、私、うん、ちょっと無理かもしれない、それ言われた。なんかめっちゃね、うん、そう、ただれの時もそうなんだけど、うん、なんか電話された時って謎の自信が湧いてきて元気よく、うんうん、はい、すぐに、うん、はいって言う確かに。だからね、その、うん、断れないよね。断れる断れないじゃなくて、なんかいけるような気がしてきちゃって、うん、はいとかもうめっちゃ笑顔でってで、私ね、そのただれの時は、うん、ただれ終わった後に、うん、電話した時にあんなに、うん、あのすぐに返事が来ると思わなかったって思って、うん、
誰に、あ、エチさん、エチさんに、あ、言われてみればそうかも、うん、意外と考えてそうで考えてないのかもしれない普通の人はね絶対できないよね。でもねそれでできなかったらただ迷惑なやつなんだよ、うん、そう、それ危ない、怒るって聞かれてるの意地悪だあ、そう、なんかキレ症だと思われてるのかな確かに、確かにやばい、そんな、そんな、いや、キレてないはずなんだけどなんで、でもそういうノリの人だったから、うん、ね、あの M さんだったから、え、そう、 M さん、そうB4 だけど、そう、不良は覚えられるのそうB4 だけど不良は覚えられるでも B4 だから、うん、立ち位置はちょっとあの番号だけ見ると苦手、うん、ただ入ればいける B4 だけどできるの、ね、ここなら画質綺麗じゃない、ちょっと暗いけど、確かに劇場ガビガビすぎて、え、なんか綺麗だよね、オレンジが合うのかな、ね、そういうことじゃない、多分合わせ鏡してた時に来た霊が綺麗にしてくれてるありがとうセーターめっちゃ良かったよ、ありがとう、17歳、17、セブンティーンだねって、セブンティーン、福フェス楽しみにしてます、そう、もう明日で、明日じゃない、明後日、明日はやばい、明日は終わる明後日、明後日って、私何やる、もう私は、あ、あれか、いい喧嘩、そう、いい喧、あ、そう、いい喧、いい喧、明日、あの、私とココネちゃんとホテちゃん、ホテちゃん、そう、いい喧です、コラボね、どうなるんですかね、めっちゃ来てんね、確かに、でもさ、これ一回来ただけでさ、ずっといるってわけじゃないんだよ、一回でもだいぶ少ないぞえ、そう、でもこの時間なんかあんま見なそうじゃない、うん、今日はなんで配信してくれる、私が誘ったから黙れって思ってる人がいるかもしれない、あ、それとびっくりした、この人たち、この人たちじゃない、この見てくれて、みんなに黙れって言わないなんでコメントすんなって黙れやば、黙れやば、言っちゃったからと思って、ついさすがに言わない、黙れは言ったことないよハドと意見、あ、確かに、だから人が少ないのか、ハドあるの、私じゃないよ、アイちゃんと、うん、誰だったかな、誰かアイちゃんと17期何人かいた、そうだよね、うん、アイちゃんと誰だったかな、マサちゃんとかそこら辺がいらっしゃった、うん、そこら辺ってどこら辺、わからない、こんばんは、畠山さん、こんばんは、エリーさん、今日会いました、レッスンでね、あったよね、あったよね、うん、もうなんか鏡越しにずっと見てましたもんだろうなって思ったえ、見るよね普通に、え、あの、私は違う意味で見てたもちろんあの、うん、そう、すごいなって意味でも見てたけど、うん、あの、自分の振りがやばいっていう意味でも見てた、ああ、そう、そういうのでも、ね、そう、同じ場所が何か所かあったから、うん、めっちゃカンニングしてた。いいな、でも私もね、隣見てた、うん、あの武道館の時。あ、いたの？隣に。リア前の時、お隣さんで。うん。うん、そう、だから好きになった。ちょろいから。で、彼女になれますかも、あの後ろで踊れたから、うん、曲は好きだったけどもっと好きになった。うん、ちょろおた、うん、だから。チョロータ、チョロータだから今 T シャツ買おうとか迷ってるのんちゃんはエリーさんポジじゃないです、違います、B4 は黙ってカンニングだってやだな、うん、しませんよ、する
のんちゃんはちょろいのか。そうだから言ってないじゃん。 DD な人がいても DD 名って言ったことあります？私ないじゃん。なんなら私も分かるよって言ってるもん。ちょろい自覚ありなのね。あでもめっちゃちょろいわけじゃないよ多分。ちょろすぎ笑った。ひわわさん知ってる？何この人？分かんない。アイコンが死ぬだけかな。今日はレッスン終わりです。竹山氏と中学の時同じクラスで先生に一緒に刺されてた。たくさん会えるの楽しみ。うん、楽しみ。皆さん嬉しい。どういうことだ？一緒に刺されてた。どっちが年上？私です。私です。私です。あーやばい顔。え？中の公園で遊んでくれてるのね。いやそれは純粋に見てくれてるから。みんな今日は何してたんですか？そこへ気まくない。何してたんですか？私はここねちゃんの写真ずっと一日中見てました。かわいい。嬉しい。あの生誕祭の時に使われてた写真さ。お父さん。何？あの間もなく小浜ここね生誕祭配信されますみたいな、あるじゃん。X で。あれのここねちゃんのさ。幼いよね。そう。めっちゃ無表情で。そうこれだよ。お人形さんかなみたいな。なんかこの角度じゃない？なんかで、ね、そうなんか写りも意識したみたいな。そうそうそう。あこうかこうか。そうなんかめっちゃ顎引いて。そう。イエイみたいな。おもろいあれ。そう考えるとさ、めっちゃ顔変わったよね。ね。スピンはそんな変わんないかもだけど。わかんない。なんかさ、ほぼ毎日見ちゃってるからさ。わかんないよね。そうなんか改めて見たらわかるんだけど。スッピンってどのぐらい違うの？え、わかる。私もわかん。でもあんま変わんないか。うん。スピンはそんな変わんなそう。のんちゃんと同じ県に住んでる友達がいます。珍しい。仕事さんの卒業発表の時、あ、はい、私いました。ゆかるんさんの卒業発表の時学校でテストだった。テスト、お疲れ様。何分までやる？どうしよう。今何分？30分までって思ったけど、冷静に考えたら15分しかやってないのか。ね、だから普通にもう10時。私永遠に喋れるよ。え、わかる。コメントしてくれたら。気持ちは10時までで。タワー。え、タワー？何これ、クマ？なんかめっちゃ。これ誰だ？誰だ？誰だ？どうやって見るの？これはこれですね。うん、1位の人？あ、また違う。反映されてるか分かんないから。そう、今日横でやってるから、はい、分かんないんです。あ、レオ。コウくん。レオ。え？熊タワーありがとうございます。コウくんさん、埼玉の友人から言われたんですけど、コウくん熊タワーありがとうございます。埼玉の友達が言ってました。めっちゃ埼玉言うやん。見て、めっちゃ埼玉言う。埼玉の友人から言われたんですけど、同級生でなんか同じクラスの時あったって。埼玉。めっちゃ埼玉。強調しない。かわいい。めっちゃ埼玉。ひ数学かな。ね、コウくんの笑い方でかかる。ちょっとあんた。うん、ありがとうございます。熊タワーが、これ初めて見た冬バージョン。なんかこの笑い方、え、同じじゃなくない？うん、同じじゃないよ。同じでウケるってきた。同じじゃないよ。同じじゃない。髪型は一緒だよね。いっぱいいるよそんな。え、でもあのさ、 TikTok でさ一緒に撮ったじゃん。何で？でさ、マネージャーさんがさ載せてくれたじゃん、 TikTok 2人で撮ったやつ。あの頑張って、あの秒の後です。そう、それにそのコメントになんかなんか怖いぐらい顔似てるねって。え、顔？そう、顔始めたじゃない。顔は言われたことない。顔も言われないよね。うん、顔は似てるってあんま言われない。うん、顔は言われないけど、まず目の形がだいぶ違うからね。そう。丸とあの細いさすアーモンド系だから。アーモンド型。配信聞こえない、どうしたらいいですか？一回、一回再起動したら聞こえるかなって思うので、試してみてください。うん、
それでも聞こえなかったら、うん、うん、おまた言ってください。ハートハートハート、お互いのモノマネしてみて。あ、こっちだった。スタイルだって、ゆっくり上げるスタイル。え、この顔ね、最近めっちゃしてくるの。これめっちゃ可愛い。え、でもソララもしてくるんでしょ。え、そうやるの。じゃあソララがね、うん、そう、最近ココちゃんにこの顔するのって言った時ね、うんうん、首突き出てるの。首突き出て、横から見てた。横から見たらめっちゃ首が突き出た状態で、ね、やばい。めっちゃ首突き出しやがって。え、もう、あんなんじゃない、もうなんか、うん、めっちゃ首こんな出して、うん、かわいい、かわいい、かわいい。え、そう、レッスンの時めっちゃこうやって2人でやってる、たまに。そう、やってます。小さい頃は似てたんだけどね。だって小さい頃の写真見たけど、あ、お、お、見せてもらったの。うん、なんか、なんだろう、 目が本当に変わらなかった。誰、お姉ちゃん。あ、そう、うん、確かになんか、ちょっと、もうティッシュ反対にすれば。確かにこれがあれだからじゃない、こうでいいか、こうでいい、うん、確かに聞こえてないわ、確かに。そうじゃん、音が聞こえてないんだからさ。何、なんちゃんのシュアル映ってんの。ダメなの。何、あ、私の配信ではすっぴんを見せたくないの。あ、そう、そういうこと、そういうこと。うん、じゃあ、あの、ここねちゃんのすっぴんが見たい方ははしごしてください。はしご。のんちゃんの心の声が聞こえます。え、じゃあ私今なんて思ってると思う。うん、まあ、正解は言わないんですけど。正解はお腹すいた。違う、うん、特に何も思ってない。特にコメント読んでるみたいな。そう、コメント読んでるけど、なんか、うん、特に何も考えてないみたいな。というわけなんですけど、はい、というわけで今日紹介するものはじゃん、わあ、すごい、なんだそれ。これめっちゃ、これは、めっちゃ可愛いね、どうしたのそれ。のんちゃんにもらったの、タンプレで。そう、リファの櫛、櫛って言ってたから。そう、可愛くない、これもうみんな使ってて、もうね、あの、憧れだったの。憧れだった。そう、憧れだったの、これを持つのが。そしたらタンプレでね、のんちゃんがね、くれたの。え、なんかさ、聞いた時期に、うん、その櫛欲しいって言ったから、うん、くれって。だから一回さ、あ、じゃあ分かったっつって言ったらさ、うんうん、ネタバレされたって言って。そう、うん、そう、見て、これなんか赤で、なんかさ、ここではあんま分かんないけど、めっちゃコーラルだよね、なんか光ってる。コーラルって何。もう少しやなかった。そうか、めっちゃ、しかもなんかサラサラになるの。そう、あのね、うん、そう、私はそれをゆきたんから借りて、うん、手櫛でなんか投資が良くなって感動したから買ったの、うん、めっちゃいい。で、その櫛を私が次、うん、あの、みんな大好き、あの、美人マネージャーさんにお貸ししたら、うん、そう、同じ理由でご購入してた、うん、そう、で、あの、ここねちゃんも、うん、そう、はい、さっきわが物顔で私も使いました。めっちゃかわいいハートもらっちゃいました。通販始まった、だって。どうですかみたいな。え、でもね、そう、私のメイクポーチも、うん、あの、合宿前に我が物顔で紹介してたんです、うん、だからね、うん、あの、覚えてる言葉だけで言うと、うん、このチークは本当によくて、うん、
そうなんかすごい色が好きでみたいな言ってたの、うん、で私があとおばあちゃんからもらったパウダーがその時入ってて、うん、はい次はこちらなんとかのパウダーです、うん、これはおばあちゃんからもらいましたあ、YouTube ごっこみたいな YouTuber ごっこしてやってたで私がクスクス笑ってたら、うん、えなんで笑ってるんですかなんで笑ってるんですかそう意味もなくさなんか紹介したがるよねちっちゃい頃って、うん、一人ではいこちらはみたいなやってたよねやってたしかもちょうどさ、うん、私たち小学校ぐらいに YouTube が結構流行りだしたから、うんうんたね、なおさらいっぱいいるんじゃないそう何々紹介みたいな流行ったよねそう親付き合って自分でやってそうお母さんはそういうのに付き合わなきゃいけないんだよいやでもね、そこ、ここねちゃんまでだいぶくれたの、私のタンプレ。あの、うん、配信前回の意見でつけてた5歳でもらって、うん、一生これは本当に使えるって言ってたからか、うん、ハンカチと、うん、で、私ね、あの上の方にブランドティー、うん、いいよね、そのマリークアントの袋があったんだけど、なぜか大きい箱で、うん、箱じゃない、袋で、ジルスチュアートだったの、うん、だからなんでジルスチュアートの袋にマリクワ入れたんだろうと思って、うん、でマリークワンと見て最初満足して戻したの、うん、でもう一回あのピンつけようと思って、うん、もう一回はあの袋の中見たら、うん、待って奥になんかあるってそう後からね気づいてて、ね、そう後から気づいてなんか、うん、そうジルスチュアートの箱があって、うんうん、そうあの二度見で気づいたそうなんかあまりにもなんか当たり前のように下敷きにされてたからそう後から気づいてヘアミストとリップもらいました あげたねえでものんちゃんからもねめっちゃもらったよねいっぱいもらったからねそうコスメそそららについてきてもらったのハンカチももらった初めてちゃんと買ったからそうディオールのめっちゃ優しい人だったそうハイライトめっちゃもう使ってるもうと、うん、あれと迷ったあのリップあのマーキシマイザーマーキシマイザーあそうそれほんと迷ったけどなんかでもなんかどちらかといえば劇場で私たちはやること多いから、うん、じゃあこっちかなってなったうん嬉しいうん、よかったあ、そう、そららからももらったそう、一緒に行ったのうんアザラシにしてほしいからって言ってそう、マジね、あの前職迷ったあ、言ってたねそう、小金ちゃんがそう、最近ねそう、イエベメイクにハマってるっていうか、そう言ってて、うん、でもそれは目だけで口は何色だってなって、うんあのココネちゃんの X あさってた2人で、うん、いやでもこれはやっぱりこの色の方がよくねって、うん、そこまでしてくれたのだいぶやったよでそのなんか結局、うん、そうでもココネちゃんが似合うのはこれだってなって、うんそうやってたねマジソララめっちゃ可愛くて可愛かった可愛い可愛いもう嬉しいでもソララが一番ココネちゃんに望んでたのが、うん、あれをアザラシにしてほしいじゃあもうめっちゃ使うそう使ってそうでもねあれね可愛いからねそうめっちゃさ商品紹介してるやつみたいそうあんまねこういうの言わない方がいいんだろうけどさあの私はそういうの話してるの楽しいからわ、うん、かるそうなんかこういう経緯であったんだよみたいな、うん、そう聞くの好きだから話したくなっちゃうチョコもあげたんでしょあげた17期全員あげたあそうもらったのんちゃんかお母さんがめっちゃ張り切ってチョコの袋をあの、うん、パーティー用みたいなあの、うん、大料理のやつを、うん、2袋買ってきて、うん、そう明日みんなに配りなよっつってだから私のカバン配りなよってそう大きいのにでしかもココネちゃんには、うん、そうよろしくって意味でなんかゴディバまで私にそう渡されてそう渡しといてねってそうほぼ彼氏だよね朝にねはいはいって、はい、もうねちゃん来てっつってあげためっちゃ可愛かったねうん熱、ね、ってなんかそれに対して熱じゃないそうなんか私めっちゃそのキスと思ってなんかバレンタインよっしゃーみたいな張り切ってるやつ見てそう可愛かったもうこんななんかなんかカバンからちょっとチョコ溢れてそうそうで2袋ぐらいでなんかずっとガシャガシャなるそうめっちゃみんなに配ってて可愛かった
はいはいはい、そうそう、で公演の時も、うん、あの唯一育ち盛りだからっつって、ほぼ残ってるやつ全部あげた、うん、めっちゃ雑だったよ。お兄ちゃんにはあげてない、忘れてた。誰にもあげてないからホワイトデーにね、のんちゃんにお返しする。そう、 X で期待してるね。だるいよね。待っててねとか言って。そう、なんか私の場合はそういう行事系はお母さんの方が張り切ってること多い。え、そう、しかもさ、そのバレンタインの日さ、エリーさんからねたくさんお菓子もらったよね。そう、こんなねでっかい袋にね入ってたよね、いっぱい入ってた。なんかなんだろう、うん、洋服、うん、に何着も入れられるようなデカさの袋に、うん、あの半分ぐらい入ってた。え、そう、やばかったもん。どうやったらそんなあれなんだろう、うん、でもさ、うん、あんだけ家にあったらさ、うん、食べちゃうよね。そう、なんかまだあるしみたいな。え、そう、しかもお菓子ってさ全然お腹いっぱいならないじゃん。え、でも先にね、うん、あの気持ち悪さが来るんだよ。あ、わかる、食べちゃうよね。そうなんです。うん、やばい、なんか明日いい件な感じがしない。しないよね。なんかまず私昨日何やったかとか最近覚えてらんない。え、わかる、なんか何してたかよくわかんなくなる。そう、なんか朝ごはんはとか言われたらさ、昨日のだから覚えてなかったけど、ね、夜ごはん何だったって言われるとわかんないよね。え、もうわかんない。これ絶対日本人思い出せない人多いと思う。わかる。でもね、うん、そうやって言うとね、うん、俺は覚えてるって言うて、絶対言うよね、言うよね。明日、うん、思い出せない。3日前のお昼ご飯なんて覚えてるわけなくない。3日前は覚えてないよ。さすがにお前、うん、3日前ってだって今日2017でしょ、うん、17って何やったっけっていうところから始まるじゃん、うんうん、ほら覚えてるって。覚えてる。結構食にね興味ある人なのかな。確かに昨日の MC 覚えてる、まさちゃんがポテちゃんからもらった飴を、うん、あのちょっと話を持って話してたっていうのは覚えてる。今何分？今ね44。意外とあるね。昨日のご飯はフランス料理でした。なんでそんなおしゃれなもの食べてるの？おしゃれ、なんかあったのかな、お祝い。なんだろう。ではご要望にお答えして、あれは覚えてるよ、だって嘘かっこそう。ご要望に答えてくれたみたい。んー、当たってます。だって30分前に食べたもの、それは覚えてたよ。90% のそう、嘘。髪伸びたね。確かにめっちゃ伸びたかも。なんか伸びたっていうか量が多くなったよね。おわら見せ方よ。ポテちゃんの方が長いよね。確かにのんちゃん結構さ、あの一回切ったから、そう、切ってる気する。あの、うん、むしられカットされた時に、うん、そう切った。なんか同じ美容院でおそらく同じ人にやられたはずなんだけど、うん、あの私だけバッサリ切ろうとしちゃって、その場で失敗したよね。うん、場所を間違えたみたい。そうだから一番目に私のむしられカットを披露したのはコネちゃんだから。え、そう、あの、あ、そうだよね。え、でもそうだから、え、ちょっと言えなくて、さすがに。そう、かわいいって言ってくれたけど、絶対おかしいもんこれと思って、ゆきたんにあのコネちゃんとバイバイした後すぐに LINE して、ねえこれやばいよねって。そしたらなんかね、ゆきたん写真保存してるから、たまにね、うん、その話すると見てくださいっつってね、メイクさんとかかすみに見せるの。そうそう、みんなに見せてるよね。やめてよ、なんで、うん、え、なんか髪、なんか毛先もやばいけど、前髪が特にやばいよね、あれ。え、なんかね、そう、もうここなんか、でも私が切った方がまだうまいわ。そうね。なんかね、そう見せてあげたいんだけど、うん、ちょっとあの見せられないので、
でもその日の次の日にアウト部の収録あって、あの最初の、あの真っ白な部屋で踊った時の、あれで私が髪を一つにくくって前髪をピンで留めてたのは、むしられカットをされたからです。そう、なんかさ、なんか理由があってあげてたってわけじゃなくて、普通にむしられカットされた。むしられて、あのとりあえずやばいと思って髪でそしたらさ、茂木さんに、え、なんか言ったの？顔ちっちゃい、顔ちっちゃいねって言われて、いいこともあるなって思った。え、本当にびっくりした。会った時、あれちょっとむしられてねって思ったけど、さすがに言えなかった。そう、言えない、もう言えないだろうなって思ったから、もうきっぱり言ってくれそうなユキタにすぐラインしたよ。でこれ、しかも、その後、なんかなんで私これにお金払った？え、確かにね。そう、なんかでもね、満面の笑みで、これで大丈夫ですかって言われたら、なんかもう、え、ちょっと言えないよね。言えないの。言われてもって感じじゃない、相手もなんか、うん、なんかもう直せないし、ね、そう、なんか長いとかなら調整できるんだけどね。そう、だからいつか出てくるかもしれない。むしられるっていうのね。そう、むしられてたよね。え、なんか草むしりした。え、そう、なんかちぎられた、ま、なんかちぎられてて、なんかすきばさみめっちゃ適当に 1,2,3 ってやった。そう、でも私もその写真ないから、ゆきたんのフォルダーで来てなかったら、あ、でもエイチさんのとこにもあるかな、マネージャーさん。うん、そう、私のもうアルバムにはない、消しちゃった。なので皆さん、口コミは意外と大事です。うん。いや、とりあえずさ、どこでもいいやってなって言ったんだよね、二人で。え、なんか安いお理由に言っちゃった。そうね。え、もう一個、すごい初めて見た、それは初めて。あ、これか、ん、違う、お、え、そうだよ、あ、これ、そう、あ、これじゃん、ん、消したい過去、そうだよ。福パパさん、タワーありがとうございます。これなんだ、え、違うの、あれめっちゃノーマルで撮ってるので、しかもなんか傘も支えながらだったから、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。安いわ、危ない、ありがたわ。そう、なんか安さ、え、でもね、そう、私の近くの美容院はすごい、それよりも安くて、ね、初めて、それなりに、なんだろう、満足できる出来だったから、なんならそれより高かったからいいかなと思って行ったら、ダメだったみたい。動物タワーって言うんだ、動物タワー、動物いっぱいいるから。確かに、ありがとうございます。なんかめっちゃさ、グレー、色味、うん、そう、黄色、なんだ、黒、真っ白じゃなくて、なんか真っ白じゃない、てか手黄色くない、え、絶対イエベな気してきた。そっちは、あ、でも違う、違う、こっちが黄みがかってんだよ。そういうことね。やばい、もうなんか最近ご飯食べたすぎて、わかる、そう、え、なんか一番ね、食費がそう無駄だなって感じるっていう話をさっきコーネちゃんとしてたの、うん、でもご飯ないとさ、ちょっとあの健康面的にも危ないから、うん、そう、買っちゃうの結局。そう、なんか本当になんかもうなんかさ、え、そう、あのお腹空いてないのに食べれるくない、なんか入れちゃうんだよね、うん、え、しかもレッスンの合間にさ行ったよね、一覧一人で。何？一覧。あ、そう。やばいよね、一人で行ったんですよ。そ、なんか、うん、私エリーさんと行ったんだと思って。うん、あ、あの、そうだから、ね、そう、私が、うん、あのカード忘れちゃって、上に上がるための。うん、あ、申し訳ないなって思ったの。うん、そしたら、うん、一人でって言われて、え？って思って、お姉ちゃん急いでないかなって。イメージなさすぎて、あの、え？って思って。え、そう、なんか。その日なんかあの欲しかったファンデーションあったの、それを探しになんか行ってたの。あった？なかったけど、そう、なくて、なんかおな時間あるし、なんかお腹空いたなと思って、近くにあったから、あ、入ろうと思って、うん、しかも替え玉、ま、替え玉、うん、までした。あ、そう、おもろい。そう、替え玉してんのマジで、あの、なんだろう。普段イメージがないから、うん、まあ一覧は量があるっていうのもあるけど、うん、そう、笑った。え、みんな行かない？行く？一人で。食費は我慢しない方がいいよ。え、でもね、服とか買ってるとね、ポン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 行ってくね。
そうしちゃったの。なんかさ一覧ってさ全然なんかお腹いっぱいにならなくてしちゃいました。行ったことない、あのケータリングで来てくれた時初めて。もうごラーメン食べたい。お母さん見てる？ちょっと蒙古タンメンと牛乳の使いをお願いしたいんだけど、多分時間的に絶対見てないね。そう、あ違う、なんか小ごなんか半替え玉と小ご飯食べた。半替え玉ってあるの？うん、うん、ある。何それ？ご飯食べた。そうご飯も食べたくなって食べちゃった。おすすめだよみんな、一人で行くの。そうセブンの、セブン限定なんだね。私この前お父さんに言われて知った。辛いの苦手なくせになんか最近食べたくなる。そう小ご飯食べた。小ご飯小盛りとかなんかそうじゃなくて小ご飯なんだ。そう小ご飯。もんちゃんは一人でリンガーハット行きました。リンガーハット？うん。何そこ？長崎ちゃんぽんとか、あ、いろいろあるさ、あのねのここで、うん、あのさ初めてか2回目ぐらいにした配信でね、うん、のんちゃんは、うん、なんかわかんないけどで多分いい言葉が出てこなかったんだ、うん、え私そんなこと言ってない。やってきて絶対やったと思ってマジ笑った。そういい言葉が出てこなかった結果が面白すぎそうおもろい。あと家系行きました。恥ずかしい。一人で行ったの？うん。でも丸い子行ってない。なんかだいたい誰かと一緒にいる時じゃないと、え、そうなんかいいやってなっちゃう。わかる。なんかどうせ家帰ればあるしみたいな。うん。一人では行こうってあんま思わないよね。うん。相当抜かせてないと。しかも私の場合急に誘うから気分で。日高屋行きたい。あ、言ってるね、言ってる言ってる。ケンタッキー食べたい。マック食べたい。はい、マックも食べたね最近。食べた。行ったよね。フルーリーやってなかった。そう。最近全然フルーリーやってない。あのあれ美味しい、オレオの。ずっと言ってる。オレオアイスね。一人マロマロはどこまでやった？カラオケ途中で断念。え、カラオケ。あ、まあでも入れる。でもオーディション期間の時だから、うん、あの最終の時歌わなきゃだったじゃん、うん、何やろうと思って、うん、悩んでそう。 AI の採点のやつで見ながらやってた、うん、やってた、めっちゃやってた。そうカラオケのマイクってなんかめっちゃ声拾ってくれる、うん、どういう設定なんだろう。なんかあるよね、なんか大きくするやつ、うん、ちっちゃい。55分だって。え、早い早い。一人映画はもう何回も見てます。はい、読んでいきます。読みます。13位、君なみさん。君なみ、あれ、なみさん久しぶりだ、ありがとうございます。13位、としきさん、ありがとうございます。しーしな羊さん、ありがとうございます。12位、ぶっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、たけだだけさん、ありがとうございます。10位、中地さん、ありがとうございます。9位が、ゼロさん、ゼロさん、ありがとうございます。9位、流れ、これさ、流れ物でいいと思う。でいいよね。流れ、まあまあまあ、でいいよね。流れ物さん、ありがとうございます。8位、みなちゃん。どこまで読む？もう一回読む。13位が、きみなみさん。ありがとうございます。ありがとうございます。7位、くまさん。ありがとうございます。ありがとうございます。6位、じゅんにさん。ありがとうございます。じまにさん。ありがとうございます。5位、まめもやし。シーさん、ありがとうございます。4位、台湾の子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、ゆきぴちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、コウくん、ありがとうございます。1位、クパパさん、中地さん、中地さん、ありがとうございます。5位がジロリンさん、ジロリンさん、ありがとうございます。ちょっとね、急だったんですけど見に来てくれてありがとうございます。3位がキュンさん、キュンさん、ありがとうございます。2位がクジラさん、
ジーラさんありがとうございました。ありがとうございます。こちがマシンガンさん、マシンガンさんありがとうございました。はい、ということでハンバーグやっております。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きって言ってください。いきます。おやすみ。大好き。はい、ありがとう。みんなもう寝るんですか？終わったらなんかあるんですか？コッコもハンバーグやろうって毎回嫌がるのよろしい。うん、ありがとうございます。あ、寝る。ご飯食べ、小ご飯食べる。これからお風呂。大好き大好き。スクショ。バイバイ。うん、なんだ、あと3分話せる。そうよ。何話す？テレビ見る。おーいいっすねーとか。おーいいっすね。おやすみ。寝ないけど。パクったな。明日もね、明日ちょっとまだ見てないスケジュール。ハンバーグかわいすぎる。またね、またね。じゃあ明日面白い、じゃあ面白い話お願いします。おやすみ。寝ないけどドボンする。楽しんでください。ちゃんと寝なさい。寝ます。アイドルのお休みは信じない。他のアイドルのルームへ。バイバイ。ほっぺに指当てて。バイバイだって。おやすみなさい。おやすみ。ここで寝てるのよ今。おやすみって言ったら。そうだよ。かわいい。今何分？今何分？58か9ぐらいあたりじゃん。58です。58。あと2分。勝手に来てもらうのも伝えと思う。あ、そうだね。勝手に切れるのか。毎回来てもらってた9時の時。じゃあ勝手に切れるまで待ちます。待ちます。てか、お疲れ様。成長を感じちゃう自分の。20時までだったのに最初。そうやね。そうやね。2時間増えたよみんな。しかもボクシング部に卓球負けて卓球部やめた話。のんちゃんおやすみ。聞こうかな。休みに来たよ。もうやめちゃいます。何を。もうしゃべるのやめちゃいます。切れないで。え、私も切れた。何、怖い怖い怖い。配信ありがとう。お疲れちゃん。私今切れたってだいぶパワーワードだった。また配信してね。またするね。いつかいつかって言おうとしちゃった。のんここバイバイ。バイ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 。福フェス。そう、福フェスあるね。22にある。この時間帯が自然。はい、もうあとちょっと、はいね、1分もない。もうバイバイだ。うん。バイ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 。ね、ゆっくりこの後は、ね、ご帰宅したいと思います。今から帰ります。終わったらすぐ。うーん、お腹空いてはないけど、とりあえずなんか食べたい。なんか食べたいよね。うん、でも今ね、あのお財布の中ね、小銭しかない。